ルーティン動画です。2月の7日月曜日、時刻の方は16時33分です。タラットバンビエン、タラットエンですね。あ、焚き付けですね。焚き付けも海に来てる。あ、松屋にあるかな。松屋に違うな、松なのかな。うん、あ、めちゃくちゃね、あのよく燃えるですね、あの焚き付けは。一昨日とね、打って変わって今日はね、いい天気で暖かくてね、過ごしやすかったです。もうね、寒いのはね、ほんとね勘弁って感じですね。そうですし、タイ人もそうですけど、ね、暑い国の人たちはね、寒いのにね憧れるみたいですよね。ちょっと前ね、10年ぐらい前かね、タイ人の間で日本旅行がね大ブームになりましたよね。で、その後ね、ちょっとしてからね、ラオ人の間でもね、日本旅行は大ブームになりました。うん、で、みんなね行きたがるのがね北海道なんですよね。北海道で、しかもね冬の北海道行きたいとかですよね。もう投資するからやめとけよって僕は思うんですけどね。なんかね北海道のねどっか、なんだろう、まあ、限界集落まで行かないと思うんですけど、かなりね過疎化が進んだね、町のホテルもう通常だったらね、国内の、日本人観光客なんかのね集客が全くね見込めないようなホテルがね、タイ人客、タイからのツアーにね絞って、サービスを提供し始めてね、大化けしたっていうね、ホテルがありましたね。なんかの報道で見ましたね。で、出してる、やってることって言ったらね、なんてことはないですね。温泉ホテルだったのかな。で、温泉ホテルで、昔ながらのね、ホテルだったら、大広間でね、宴会場があって、ステージがあって、一人前を前にして、みんなで宴会するみたいなね、そんな昭和の時代のね、宴会スタイルがあるじゃないですか。で、それをねそのまんま提供しましたね。で、なんていうの、浴衣にね、浴衣着て、なんていうんでしたっけ、綿打ちの、上っ張り、丹前っていうんでしたっけ。あ、それを着て、すっかりほら和服を着たようなね、気持ちも味わえて、で、一人前なんつうのはね、ちょっとに日本のね文化的なものが感じがあるじゃないですか。で、その周りにね、なんかあれなんだ、屋台ですね、屋台が出てました。それも、ホテルの仕込みの屋台ですね。ホテルの仕込みの屋台で、寿司屋台とかね、刺身屋台とか、うん、そんなものがね提供される。で、まあ多分それね食べ放題だと思いますよ。その宴会のね、宴会料金の中にね、その屋台のね利用料金もね入ってると思うんですけど、で、その何やらしてるかって言ったら、寿司をね自分で握らしてるんですよね。で、お客さんでね来てる、タイ人観光客が本場日本でね、日本人のね寿司職人の指導を受けながらね、自分でね自分が食べる寿司を握るっていうね、これがねすごい良かったみたいですね。
で、あと刺身なんかもね、自分、本場日本北海道のね、海産物をね、自分で、調理して刺身にしてそれを食べるっていうね、これ体験型の、アクティビティになるんですかね、うん、そんな感じでね。で、その後、宴会が終わって、いきなりね、もう、時間はね、もう10時過ぎたとかだと思いますね、その時のお客さんのね、タイムテーブルの中で。で、そしたらね、全員ね、屋外へ、ダウンジャケットかなんか、その備え付けのダウンジャケットをね、お客さんに貸し付けて、うん、で、もう吹雪いてる北海道ですよ、冬の北海道でむちゃむちゃ吹雪いてるんですけど、そこにね、お客さんをね、放り出すんですね。で、放り出すと極寒じゃないですか。で、その極寒を、タイ人観光客はね、キャーキャーにはね、こう楽しむわけですね。で、まあけどね、ぶっちゃけね、そんな5分も10分もいたらね、むちゃむちゃ寒いわけじゃないですか。で、その寒いっても言い始めた頃ね、じゃあ皆さんこちらどうぞ、つってね、ガイドはね、お客さんのね、誘導するんですけど、で、その先にね、鎌倉がありましたね。うん。で、鎌倉の中に、そのお客さん、鎌倉も結構でかいの作って、そのでかいのもね、いくつもありましたね。で、その中で、なんつんだ、火鉢ですか。で、火鉢を置いて暖を取って、で、雪で作った建造物なのに、中入ったらあったけっていうね、この意外なところにね、タイ人観光客はね、すげえ驚いてましたね。うん。で、その中で、その火鉢でね、の上で餅かなんかをね、炙って、で、砂糖醤油かなんかでつけるんですかね。で、それで、餅食わせて終了っていう、プランだったと思うんですけど。あ、ここまでやったらね、出してるサービスはね、昔のね、日本人、国内観光客ですね、に提供してるサービスとほとんど変わんなくって、で、そこにまあ、当時ね、景気が良くてね、お金を使いたくてしょうがない、タイ人たちがね、乗っかったっていう感じですよね。ああいうの見てるとね、アイデア次第でね、東南アジア、今ね、景気がいいじゃないですか。その辺のね、小金持ちたちをね、日本に誘致できるんだな、つって思いながら見てましたね。うん。ラオ人もね、もう身近なラオ人がね、みんな日本行きたいって言うんですけどね、うん、まあ一緒、次日本に帰るときは声かけてくれ、俺も一緒に行きたいからって言うんですけどね、もう冗談じゃねえって感じですよね。みんなね、目論んでるのはね、うちの実家に泊まることなんですけどね、うちの実家ね、うちの両親ね、あんまりね、フレンドリーな方じゃないんで、多分ね、嫌がると思うんですよね。で、まあ、それは無理って言って、断るんですけども、うん、ラオ人はね、結構人が来たらね、自宅に泊めるのがね、普通なんでね。で、特別ね、お客さん来るからって何の用意もしないですね。その辺で雑魚寝になるんですけどね。うん。で、けど日本人はね、ちょっと構えちゃうじゃないですか。布団のね、人数分用意したりね。あと、食事なんかもね、献立考えてね、仕込んでって。まあ、その辺のね、文化の違いがあるからね、なかなかわかんねえだろうなと思います。ああ、さあ、着いた。今日は何本のもう。